当日まあ落語は一のあります。でその後、まああ,まあ我々普段こんなことを考えながら落語をやってますとかあと皆さんから質問をいただいたものにお答えするとかもうこれを聞いたらもうね落語が100万倍楽しくなりますのでね今まで十分楽しんだだよって方はもう本当にあの笑い転げて椅子からひっくり返るというそのぐらい楽しめるようになると思いますので。